はい、皆さん、えー、こんにちは。はい、この動画に関してはですね、今現在、えー、1月の11日の朝に撮らさせてもらっております。はい、えーですね、えー、動画を撮ること自体が3日ぶりなんですね。で、私もあの、コミュニティ欄を通じてお話をさせてもらっていたんですけども、ちょっとね、3日前のね、夜にね、急に、 熱がぐわーっと上がっちゃってですね、まあ、こういったようなことも、えー、2、3ヶ月ぐらいにもあったんですけども、なんかね、やっぱりちょっと年齢が上がってきているので、体力が弱ってきているのかなっていうような感じで、えー、昨日、おとといと動画の配信を、えー、申し訳ありません、休ませてもらってましたというような中なんですけど、いきなりね、 え熱が上がったもんで、本人の私もですね、びっくりしちゃって、まあ、いつものね、通い、通ってるようなその病院の方にね、行ったんですけども、なんかね、原因が分からなくてですね、まあ、当然ですね、まずコロナなのではないか、インフルエンザかなというようなことで、その抗体検査をしたりだとか、もしかしたらね、デング熱なんじゃないかなというようなことで、血液検査もしたんですけども、まあ、すべて陰性だったということで、 まあ変な病気ではなかったということで安心はしてるんですけども、いつもね、まあ主治医の先生というか、通い慣れている先生も、一体どうしちゃったのみたいなことをね、逆に言われてですね、いや、それがわかんないから医者に来たんだよみたいなことをえー言ってですね、先生もちょっと呆れちゃったみたいなことだったんですけど、まあ昨日のね、夕方ぐらいにはやっとね、熱も下がりましたので、 まあね結局原因不明の熱だったんですけどね。まあそういったようなことで、えー、ちょっと動画を休ませて休ませてもらいました。でねあのー、コメント欄で皆さんから本当に多くの皆様からですね、ケイちゃん大丈夫ですか、えー、お体ご自愛くださいみたいなことで、えー、たくさんのね励ましの声をいただきました。本当にありがとうございました。 なんかね、ユーチューバーとしては本当にありがたい限りだったんですけどね。まあそういった中で、えー、今言いましたように熱も下がりましたので、えー、やっと動画が撮れるといったようなことでね。で、まああの、えー、初めのね、動画として何を話そうかなと思ってたんですけど、やっぱりね、えー、ね、皇、えー、室の話をしようかなといったような感じなんですけども、今言いましたように本日11日の朝ということで、本日はですね、 ああの公書始め儀がありますよねでこの「講書始」の儀に関してはちょっと前で報道がありましたように敏宮愛子さまがね初めてご出席されるということで非常に楽しみにしておられる方も多いんじゃないかなと思いますそれとともにねもう一つの、えー、話としてちょっとそれはねサムネイルに書かせてもらいましたけれどもまあそういったような話もねさせてもらいますので是非、えー、ねこの動画も最後までご覧になってください、えー、といったようなことです はい、ということでね、今ちょっと言いましたように、本日11日には、交渉始めの儀が行われますというようなことで、いや、私もそうなんですけど、多くの方がね、年のみ愛子様が初めてね、出席されるというようなことで、楽しみにしておられる方、まあそういった報道もね、本日中に上がってくると思いますし、 まあそれがまた上がってきたらね、私もお話ししようかなというようなことも考えております。はい、といった中で今ご覧になっていただいているのは、これもね、数日前、えー、5日だから、まあ今からね、1週間、えー、ぐらい前ですね、に、えー、この、年宮愛子様が初めてご出席されるというような速報が、えー、この日テレニュースで上がりました。 ということですね。まあ、この話に関しては、まあ、いろんなところで既に報道されておりますので、ご存知の方も多いと思いますけれども、まあ、内容的にはね、ここにある通りなんですけど、えー、今月11日、すなわち本日に、えー、皇居、えー、宮殿で行われる講、えー、書始めの儀に、えー、まあ、長女愛子様がね、初めてご出席されることが発表されました。ということですね。で、まあ、今年のその講書始めの儀に関しては、 まあ、日本語学だとか、刑事訴訟法、刑事訴訟法学といった、そういった分野のね、専門家3人の方から、講義を受けられる予定ですということで、今言ったようにですね、まあ、あの、とにかく語弁学に関してはね、非常に熱心な、え、年宮様なので、 非常にね、ご熱心に、えまあ、おきになるんじゃないかなというようなことで、まあ、そういった報道、本日中に上がってくると思うんですよね。非常にね、楽しみですね。写真だとか動画で上がってこないかな、みたいなことを考えておりますけども、まあ、そういったような嬉しいニュースがあって、本日を迎えているわけです。で、片屋なんですけども、はい、その次のページ。はい、でですね、これはね、昨日の夜だよね。もう、ここにちょっと書いてある通り、これ、毎日新聞の まあ速報版というかね、えー、そういったような記事なんですけどもいやねさっ,さっきのね1週間ぐらい前の愛子さまの記事に関しては皆さん本当に「ああよかったね早く見たいわ」っていう方がいっぱいいらっしゃると思いますけどまあ私もそのうちの一人なんですけどねたやねこの話いやねもうねとにかくあの経、ー、費、えー、殿下のね、えー、なんか胃腸の体調がおましくないといったような話 これもね、それこそ3日、4日ぐらい前にね、いきなりポーンと出てですね、そこから本当に各報道機関がわーっとですね、報道して、なおかつね、えー、なんかね、これから、それこそ公務にご出席されるのかされないのか、みたいなことで、なんか知らないけど、毎日のように報道されておりますよね。何みたいな感じなんですけどね。 もう本当に、ね、元旦の能登の半島の震災以来です、ね、多くの方が犠牲者になってお亡くなりになっているというような中で胃腸の具合が悪いそれで何でこんな、ねえー、報道がいっぱい出るのか。 それよりもね、いっぱい他のことで報道することがあるんじゃないんですか各ね、マスゴミさんっていう感じなんですけども、誰が報道させてるんですかみたいなこともね、考えちゃいますよね。勘ぐっちゃいますよね。本当にねえ、ちょっとサムネイルで書かせてもらいましたけど、同情してじゃありませんけど、なんかね、えー、どこかのね、おばあちゃん。 が、同じようなことをね、昔やっていただとかね、まあ、最近に至ってはニューヨークに行っちゃった人がね、PTSD うんんということでやりましたよね。全く同じじゃねえみたいな感じですよね。まあそういったようなことで、えー、これはね、先ほども言いました通り、えー、昨日の夜ですよ、毎日新聞がね、出しておりました。ちょっとだけ読みますけども、えー、宮内庁は10日、昨年末から体調不良が続いている 経費殿下が東京都内の病院で内視鏡で胃などの検査を行ったところがんや潰瘍などの所見はなかったと明らかにしたとまあそれ自体ねいいことではあるんですけどただね別に。 こんな大きく報道する意味がありますかというような話ですね。このことに関して知りたいことは誰がそんだけいますかっていう話だと思います。まあ、いずれにしても経営委員長がね、そういったようなことで発表したということですよね。胃腸が正常に動いていない機能的な障害が不調の原因と考えられ、担当医からは、休養を心がけて自律神経の調整を図りながら過ごすように勧められていたというと。いったようなことで、 うん。だから単純な話ね。今言いましたように、例えばガンだとか、 え胃海王だととかねそうういいったよよななこでではないわけですよもう本当に何て言うのえそれこそねこの話が一番最初に出てきた時も胃薬、ね、飲んどきゃ治るでしょうみたいなそういったような、ね、病というか、まあ、胃腸の調子だったというようなことですよね。いやこの記事見た時にやっぱりなんか大したことないじゃんみたいなねことだったわけですよ。その大したことがないちょっとね胃腸がね思わしくないなだとかねちょっと何て言うのえ気分が悪いなっていうことだと思うんですけども まあ、あの、私もね、その熱、私自身がね、熱出る前にお話ししましたように、え、たいね、それこそね、悠仁様の、あの、例の学術論文じゃありませんけど、そういったようなことで非難を浴びている。それによってちょっとね、胃腸がおかしくなったんじゃないんですか。その程度のことなんですよ。にしてもですね、こういったような大きな報道が出る。何なんですかなっていう感じですよね。 本当思うけどね、誰かに書かせてるのではないでしょうかというようなことは私は考えて仕方がないんですけど、どうなんでしょうねっていう感じですね。はい、えー、そういったようなことでね、えー、ところがね、一番下にちょっと書いてある通りですね、えー、本日のね、えー、講師始めの儀に関しては予定通り出席するというようなことなんですけど、いやね、 出なくていいですよっていうふうに皆さん思いませんかさっき言ったようにね、今回の講師始めの儀に関しては、日本語学だとかね、えー、刑事訴訟法学だとか、そういったような分野での、えー、専門家3人からね、3人から講義を受けられるっていうことらしいですけども、別にさ、これ、えー、経費廉価が出なくたってね、なんか、えー、なんか悪い影響ありますかっていう感じですよね。それこそね、そういったような、 講義を受けられている時にねまた気分が悪くなったみたいなことになったらどうするんですか <laughs> っていうことに私は逆にそういったようなことを心配しますけどね。 だからゆっくりさ、前も言いましたけども60億円の大きなお家でご静養されてもよろしいんじゃないんですかさっき言ったようにね担当医の方々もですねこれ担当医も1人じゃないでしょで3人も4人もいるわけですよ G の人がね。といったようなこの担当医が言うようにですねしっかりと直すためにご静養された方がいいって言ってるわけだからそんな無理して出なくてもいいですよっていうようなことを思うんですけどやっぱりね同情してといったようなお気持ちが強いんです いいんでししょううかね私はそう言ってなな気がしてなりません、えー、まだ私の、ね、勝手な感想ですけどね、まあ、皆さんまたどのように思われてますでしょうかということですね。はい、えー、ということで、えー、まあね私もあの闇上がり後の、えー、最初の動画ということで何の、ね、話をね皆さんにお,お知らせしようかなというふうに思っていたんですけども。 まあ、やっぱりね、本日11日ということもありますので、この交渉はじめの儀において、年の宮愛子様がね、初めて参加されるというよう,なようなこと、これはね、非常に嬉しい話だったので、えー、皆さんと共にね、えー、話、皆さんに話をしようかなというふうに思っておりました。まあ、それと共にね、やっぱり、えー、まあ、たやというかですね、同情して、じゃありませんけど、なんでね、この経費殿下のね、 それこそね、胃薬ちょっと飲めば治る,治るでしょうみたいな、そういったようなことに関して、もうことごとくね、次から次と報道が出てくるのか、ちょっと呆れちゃうよねっていう感じですよね。まあこんなような話題よりもですね、それこそやっぱりね、天皇ご一家のお話をどんどんしてほしいな、そういったような写真みたいな、動画も見たいなというふうに思われている方がよっぽど多いと思うんですけどね、 なんでこれだけでこれだけの量がね、えー、まあ動画として動画というか報道されるというのは非常に不思議でなりません。どう考えてもね、なんかね、報道させているのではないかみたいなことが考えられるよね。まあそんなことを考えているのは私だけでしょうかみたいな感じの動画を配信させてもらいました。 まあ、というようなことなので、えー、本日ね、ちょっとね、楽しみな部分と、なぜみたいな部分があるというようなことで、えー、私も病み上がり、えー、後のね、最初の動画でしたということです。えー、でですね、本日ちょっとね、もう一本ぐらいはね、動画配信したいなと思います。やっぱりね、皇室関係の話題ですが、話をしたいなというふうに思っておりますので、その動画に関してもぜひご覧になっていただければ嬉しいな、というようなことです。はい、今回の動画に関してはありがとうございました。 それではね、皆さん、バイバイ。